素敵なストーリー。今回のゲストは二胡奏者の木村春代さんです。兵庫県神戸市ご出身で現在も神戸に在住。本場中国で学んだ確かな技術を礎に、アーティスティックな感性を生かした自由な活動はもはや木村春代という新ジャンルと評されるほど独自の世界観を持っています。アーティスティックな感性を生かした衣装やヘアメイク、表現豊かなまるで歌うかのような演奏、自在なステージング、年齢層に合わせた選曲、親しみやすくユーモアにあふれた MC には定評があり、国内外で年間100本以上の演奏を行う日本人では数少ないプロの二胡奏者です。歌声以上に歌心を感じさせる表現力はとても魅力的で、二胡界の歌姫ディーバと呼ばれ親しまれています。ソリストとして二胡古典曲のリサイタルを成功される一方で、二胡をメインボーカルとした世界で唯一の二胡ロックバンド JADO でリード二胡奏者を務め、朗読ユニット音語り座マカロンでは中心メンバーとして朗読、二胡以外の楽器演奏やシンガーとしても活躍されています。2010年より日本人二胡制作者西野和弘氏より二胡の無償提供を受けて活動を行っており、枠に収まらない多種多様で多彩な活躍はもはや二胡奏者の枠を飛び越えたマルチアーティストといえます。また韓国、インドをはじめとする海外での公演が評価され、日本外務省文化人リストにも名を連ねています。これまでに多くの CD をリリースし、 NHK ラジオドラマに参加したり映画にも出演されました。2019年には鈴鹿八体オープニングセレモニーおよび表彰式にて、三国無双のキャラクター朝鮮の衣装でライブパフォーマンスを披露。2019年地元神戸市灘区では無料コンサート、ふるさとつなぐコンサートを主催し、その後も定期的に開催しています。さらに2021年には文化庁アーツフォーザフューチャー支援事業に採択され、神戸チキンジョージにて音楽とプロジェクションマッピング、美術作品を融合させた千年恋歌、二胡とアートが織りなす世界を2日間にわたり企画開催し成功させました。それでは他の二胡奏者とは一味違うロックでポップな二胡の演奏で独自の世界観を表現している木村春代さんをお呼びしましょう。こんにちは、木村春代です。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて今ね、手に2個持っていただいていると思うんですけれども、はい、2個ってどんな楽器なんですか？2個はですね、その漢字を思い浮かべていただくと、数字の2に古いにつき、湖という漢字の山水を取った、はい、2個と書くんですけれども、その漢字の通り弦が2本しかないんですね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、弦が2本しかなくて、そしてこの前に貼ってあるのは蛇の皮、はい、錦蛇の皮が貼ってあります。これぐらいの小さな胴体の楽器なんですけれども、そしてその2本の弦の間に馬の尻尾と竹でできている弓がね、これ挟まってるんですよ。なので、はい、手を離しても落ちないという、ちょっとね、特殊な構造している楽器なんですが、で、あとこの本体は、シタンとか黒タンというとってもこう高級家具なんかに使われる硬い木材が使われておりまして、で、この弦が常にこう浮いた状態なんですね。浮いた状態のところをこう指で押さえて音程を作るという、まあ、ちょっと不思議な構造をしている楽器です。はい。ありがとうございます。で、はい、この音域が女の人が歌う、女性が歌う音域ととても似ていると言われていまして、うん、はい、なので私はいつもこの楽器をこう演奏奏でるというよりはこう歌うようなつもりで、うん、はい、こう奏でております。
ああ、そうはい。なんですね。だはい。から歌姫っていう。はい。っていうので、ちょっとつけていただいて名乗ってるんですけれども。ああ、すごい、なんか素敵な楽器だなと思うんですけど、そんなね、ニコの魅力も含めて、はい。ぜひ、春菜さんのこといろいろお聞きしたいと思います。まず、このニコに出会ったきっかけっていうのは何だったんですか？楽器に出会ったきっかけは、まあ、一番最初は大学の時の中国語の授業で、まあ、出会ったのが一番最初はきっかけなんですが、はい。でも実物の楽器を手にしたのはその学生時代の友人たちとちょっとこう遊びでねバンドをしてたんですね。まあ、そのバンドにちょっと変わった楽器が三線とか沖縄の三線とかあとロシアで開発されたテルミンっていう楽器があるんですけど、ちょっと電子楽器なんですが、まあ、ちょっと変わった楽器がたくさんいるバンドだったんですね。で、そこで私はボーカル、ちょっとこうコーラスしたりとか、歌歌ったりとか、ちょっとパーカッションしたりとかしてたんですけど、まあ、そのバンドを見た私の母の友人がたまたまそのバンドを見てくれたんですけど、ハリオちゃん、そんな音楽ね、好きなんやったら、うちにちょっと変わった楽器があるから、今度あげるねって言って、その母の友人がくれたのが2個だったんです。はい、たまた偶ま。然の出会いだったんです偶ね。然の出会いで、で、それをいただいたのが、まあ本当に最初のきっかけで、まあ弾けるようになりたいなとは思ったんですけど、なかなか独学では難しい楽器でして。ああ、そうなんで、ですね。はい。なんかね、ちょっと構造も不思議ですし、メンテナンスもわからないし、まあ、ちょっと教室を検索して探しまして。で、本当に最初は、カルチャーセンターに入ったのが最初です。なんですね。はい。でもそこからもうどんどんこう引き込まれていったというか。そうですね、音楽大学を出てるわけでも、音楽教育をこう専門的に受けたわけでもないので、なので、こう全くこうもう難しすぎて、はい、まあ、習ってはいるんですけど、中国人の先生であまりこう意思の疎通もうまく いかず、もう難しすぎて、で、一生懸命練習してたんですけども、まあ、一生懸命練習してるうちに、すっかりこの音色と、はい、表現力にはまってしまいまして、いつの間にか仕事になったという感じなんですが。ああ、そうなんですね。じゃあ、その音楽系の大学でもなかったけれども、そこからもう自分がこう、ニコが好きっていうところで、仕事にまでされたということで。そうですね。まさか、まあ、奇跡的なことだなと本当に思ってるんですけど。あ、そんな感じで進んでいったということなんですけども、まあ、こう、いろんなところでね、演奏もされているということはい。で、今、こう、先にお伺いしているもので、私を一言で言うと、というので、ロックでポップなニコ奏者、ニコ界のディーバ、歌姫、先ほどね、歌姫言っていただいてましたけど、っていうふうにね、言っていただいてるんですけど、これってこう、ロックでポップってなかなかニコっていうところと私的に結びつかないのですが、はい、ですよこれっね。ていうのはどういうふうになっていたのかな、と。はい。最初はもう本当に中国のね、上海音楽学院っていう、まあ、ニコの本場のサマースクールに習いに行ったりとかしてたんですけれども、こう伝統的なニコのこう奏法はやっぱりきちんとこう座りまして、で、こう、ね、チャイナドレス美しく着て、こう優雅に奏でるというイメージの、ね、楽器かなとは思うんですけれども、その中国で学んだ時に、まあ、中国人じゃないとやっぱりこうこのニコの何て言うんですかね、感じは表現できないよって言ってるすごいこう有名な先生のこう一言だったりとか、で、小さい頃から英才教育を受けている中国人のこう、ね、友達たちを見ていると、まあ、やっぱ同じフィールドではこう勝負できないなと 思いまして。大人になってやっぱこう出会ってますし、でもまあ私はずっと歌を歌うことは好きだったんですね。で、こう歌謡曲とか、こうそういうポップスを聴いて育った、まあ、自分のこう、今までのね、聴いてきた音楽なんかをやっぱこう生かすには、やっぱそういうフィールドに、自分の
活路があるんじゃないかなと思いまして、まあ、いろいろこうずっとずっと模索してたんですけれども、で、まあ、そのいろんなことをやっているうちに、まあ、シンガーソングライターと一緒に演奏してみたり、まあ、いろんな楽器の人と演奏している中で、あのいろんなあの私の今核となっている蛇の道とかで、ここにね、あ、蛇の皮が張ってあるので、うん、蛇の皮が張ってある楽器でちょっと邪道なことをしようっていうので、はい、蛇の道って書いて邪道っていうバンドをやってるんですけれども、でそのバンドがあのロックバンド、まあ、ポップな曲も演奏するんですけど、ロックバンドなんですね。はい、なのでそのロックだったりポップだったりっていうのはやっぱちょっと他にはないアプローチ、二個奏者としては他にはないアプローチなので、まあ、それをがやっぱり私の売りだろうと、うん、思いまして、はい、それをこうキャッチフレーズというか私の売りにしております。はい、すごくこうどんな二個の演奏なのかなっていうのも気になるところなんですけど、はい、実際お仕事としてはどんなところで演奏されているんですか？そうですね、あのイベントとか仕事としては、まあ、イベントとか、あと、まあ、パーティー会場とか、あと自治体なんかのこうイベントですね、夏祭りとか、はい、秋祭りとか、あとはあのホールのこう主催されるコンサートなんかに、はい、呼んでいただいて演奏しております。そうなんですね、はい、なんかこうちょっと印象的な場所とかあったりしました？印象的な場所はですね、そうですね、すごいびっくりしたのが、あのあるスーパー銭湯のなんかこうオープニングみたいな時にイベントの一つで、まあ、私とギタリストが行ったんですけど、あの彼との演奏とその横で、マグロの解体ショーっていうのがあってそうなんですよ、こうちょっと飛んでくるやんみたいな感じだったんですけど、うん、皆さんそのマグロのさばかれるのをこう見ながら私たちの演奏を聞くというちょっとシュールな現場があったりですねあとは動いているあの電車の中でゲリラ的にちょっとお客様に向けて演奏するとか、うんうん、まあ、本当に、まあ、いろんな場所で演奏させていただいてますね。あと、まあ、海外にも行ったりとか、はい、本当にこの楽器のおかげでいろんなところに連れて行ってもらっています。そうなんですね、ぜひね、どんな場所で演奏しているのかっていうところも皆さん気になると思いますので、ここで一度いろんなところで演奏されている動画をまとめたものがありますので、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、それではどうぞ。
ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ね、いろんなところでの演奏動画を見せていただきました。あのね、お衣装とかもね、すごくこう綺麗というか華やかというかな印象を結構受けるんですけども、大学が美術系の学校、そうなんです、はい、教育大学なんですが美術科を出ておりまして、はい、はい、まあ、なんか小さい頃からこう髪の毛、妹のね髪の毛をいじってみたりとか、あとこう、まあ、メイクとか、まあ、衣装とかね、こう割とそういうのが好きで、うん、はい、今までやってきたことが全部このミュージシャンっていうのにこう集結したなっていう気はしてます。うん、なんかそのこうビジュアル的なところとかでやっぱりこだわっている部分とかもあったりするんですか？そうですね、やっぱりあのパッとステージに立った瞬間にお客様がこうわーって言っていただけるような、やっぱこう目で見てもこう楽しんでいただけるように、はい、それはもう常に心がけて、うん、で SNS なんかでねこうつながっていただいている方はあの私の衣装は、まあ、常に楽しみにしてくださっているので、そうなんですね、はい、まあ、常にこう新、うん、まあね、全部毎回毎回同じものは着られないんですけど、ちょっとこう工夫しながら、はい、うん、ちょっとこう二個奏者っぽくないけど、でもまあなんていうんですかね、まあ、品よく美しくというのは心がけています。ロックでポップっていうところも、ね、うん、ありますし、うん、はい、そういうビジュアルでもね、また見せれるのかなというところが、はい、すごいあの実際にね、こう、お姿を生で拝見したいなっていうのを思うところですけども、はい、そんなね、あの、二個奏者というところで、ちょっとね、こう、個性的な面というか、うん、独自のすごい魅力をお持ちの木村春代さんなんですけれども、またね、今回いろいろお話しいただきましたが、後半も続きますので、ぜひあの後半はもっとよりこう突っ込んだお話なんかもね、はい、聞いていけたらいいなと思いますので、はい、また来週も引き続きよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。音楽家の素敵なストーリー、今回は二個奏者の木村春代さんにお越しいただきました。来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。